倉、内次郎作像、内次郎作から1923年7月18日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、武前国追記軍、深野村で、代々昭屋を務めた、祖宝家当主、倉内心六の三男として生まれる。昭屋を務めたが、奔放な性格や米相場などで加算を傾け、1883年、演者の倉地正史を頼って、 田川郡、湯げ村に移住した。おいで養子の倉内ほぼとともに、零細な炭鉱経営から始めたが、1885年、峰地炭鉱を開けこうした。その後、足立炭鉱を開けこうするなど経営を拡大し、伊藤伝右衛門と並び称される、公主となり、倉内工業取締役、大日本養殖取締役、九州最短取締役、若松大工取締役、 日本カクラボ取締役などを務めた。1908年5月、第10回衆議院議員総選挙で福岡県軍部から出馬し当選。以後、第14回総選挙まで連続4回の当選を果たし、衆議院議員を連続5期務めた。議場で痛烈なヤジを飛ばしたことで知られた。在任中に病のため東京の自宅で死去した。本邸は、 旧所有者の寄付により築上町所有となり、2002年に敷地内の建造物が12件、国の登録有形文化財に登録、2017年2月9日付で敷地内庭園が国指定名称、旧倉内指定園に指定された。敷地面積は7.135平方メートル、延べ床面積が1.250平方メートルあり、2013年4月から、 急増内定として有料で一般公開されている。ありがとうございます。